どうも皆さん、カイトです。アウトオブラインというゲームをご存知でしょうか。こちらは2021年8月18日に任天堂スイッチでリリースされたゲームになります。たびたびスイッチの新着コーナーで見かけた方は多いのではないでしょうか。可愛らしいキャラクターのこのゲームをクリアまでプレイしたんですけど、ちょうどいいパズルアクションが非常に楽しめましたね。今回は程よくパズルアクションをしたい方向けに、ジャンルやストーリー、魅力を踏まえて簡単に紹介させていただきます。またこの動画にはネタバレが含まれますのでご了承ください。では早速やっていきましょう。まずジャンルなんですけど、完全手書きによる 2D パズルアクションアドベンチャーです。独創的な世界観を主人公であるサンを操作して脱出冒険劇になりますね。環境ギミックやサンを持つ光のランスを巧みに使って難関を突破していきます。雰囲気はインサイドにとても似ているので、当然主人公は喋りません。ボス敵っていうのはラストぐらいしか存在しないのかなと。ですが少し頭を使った謎解きを解くのが面白いんですよね。次にストーリーなんですが、かつては自分の家だった工場から脱出を試みる冒険を歩むことができます。いろいろな場所に訪れながら謎めいたこの物語を解き明かすことが目標になりますね。そしてこのゲームの魅力なんですけど、1、手書きにこだわったグラフィックの世界観、キャラクター、背景、アイテムなど全てが 2D 手書きによるものなので見た目がすごいほんわかしてます。その逆にサンを追いかけてくるアームの異常な怖さがより面白さのリアリティを高めていますね。そのギャップがまたいいんすよ。2、イメージとしてはインサイドに近いものがある。環境ギミックの申し子としてはインサイドがあるのですが、よく似た感じの謎解きが多いのも事実。違う点としては常に光のランスを所持しているので、塀を登るときはギアの歯止めに使ったり、またはロープを切ったりと色々とひねってあるのがとにかく特徴です。ちょっとわからないなと感じた部分もランスを投げながらチェックできるのもなかなか楽しめましたね。3、初めてのパズルアクションアドベンチャーにはぴったり。こういったゲームをプレイされたことがない方にはぴったりの難易度かなと思いましたね。インサイドやリンボのようになくなりまくるということはないので、特段クリアしやすいかなと。特にキャラクターの雰囲気がすごくハマる方にはおすすめですね。4、クリア時間は5時間かからないぐらい。値段も1300円というお手頃感なので、ボリュームこそはありませんが、クリアした時のまったり感を味わってほしいですね。SF のようなステージから森林など場面の切り替えも非常に多いので飽きることはまずないかなと。以上になります。普段パズルアクションアドベンチャーをプレイされたことがない方は試しにプレイしてみるのはどうでしょうか。大まかした世界観に恐怖のアーム、そして楽しめる環境ギミックなど面白さがたくさんあります。よければ皆さんもパズルゲームに足を踏み入れてみてください。きっとその魅力にハマること間違いないですよ。このチャンネルではおすすめのゲーム紹介、ためになる解説、パズルゲーム実況をしております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではでは、またの機会に。カイトでした。